どうも皆さん、キミ F です。積みゲーを消化する様を実況動画として上げていこうということで、ガンゴッズ続きをやっていきたいと思いますが、あの後いろいろやって、ここ、三角全部集めてこれ出したんですが、やっぱタイムも関係ありましたね。ここだけシークレットがあったので4つ目の三角があったということ で相当しんどかったんで、まあ初見プレイで狙うもんじゃないなと思ったんで、まあこの録画外でね、やり込んでやっていきたいと思います。とりあえずこれが出たので、ね、ここからやってみましょうか。あー、弾がないよ。ショットガン12発でなんとかしなってか。ちなみにナイフがハンドガンの弾よりも、強いことは分かったので、でこいつはショットガンの3弾全部当たれば一発ですね。全部当たんないときついんですけど、多分全部当たんないときつい設定なんじゃないかな、このステージは。そうでしたね。タイムが足りなかったけど、まあいいでしょう。あとだ。じゃあ、まあエピソード的な数え方だとエピソード1がこれで終わりですね。でエピソード2ということで、なんだ、下水か。お、いきなりこいつナイフで一発なんで、ナイフの方が、接近してたらナイフの方がいいですね。ショットガンもあるよな。結構よくできてますね。おお、こいつ怖いな。うわ、なんか洗ってた。なんだあいつ、なんか撃ってきそうだな。3弾がちゃんと3弾なんで、頑張ればショットガンで赤いタイプの雑魚だったら2人倒せるんですよ。でゴールか。とりあえずキルもアイテムもこれで 100% は取れてるのか。油断したな。迷路みたいになってるな。タイムアタックのことを考えちゃうな。1分ぐらいでゴールしないとダメなんですよね、あれ。ドゥームとかの、あ、やっぱなんか入ってきた、これ。ドゥームとかのタイムアタックよりよっぽど厳しい。あれは時間でどうこうみたいなのなかったですから。うわー、初めて素の状態で死んだ。これ初期装備だな。初期装備でもまあなんとかなるんですよね、タイムアタックとかやってた時に。それは分かったんですけど、あいつの弾は避けられる速さだから頑張って避けた方がいい。くっそ、しんどいな。こりゃガトリングか。あ、撃ってる間向きを変えられませんね。横移動はできるけど。
応英語で喋ってますね。ホロディッツって言ってましたね今。ここのうわやすげえ ごついやつらがいっぱいいた。まあ一応 100% は取れてるけど、おお、なんかボスか、ボスだなこれ。うおすげえ、本体よりも触手っぽいの。なんか触手は血が出るけど本体から血が出てない。すごいなこれ。あ、今本体に触手を、柱に隠れててもダメなのか。触手を一通り倒したら本体にダメージがいくのかな。そうですね。それは分かったけどしんどいな。まだ触手がどっかにいるな。この波怖いね。なんかミサイルみたいに乗ってきてない？ミサイルみたいに乗ってきてるな。おやったのか。いやーしんどいね。アイテム全部取んなきゃダメだったか。でまあここは開いてないけどこっちが開きましたよと。はい、わかりました。では今回はここで終わりにしたいと思います。どうもお付き合いいただきありがとうございました。